にちは。お手紙が届いていますよ。それではまた。油断せずに行きましょう。煉獄斬り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 。行ってこい。このクリプト、全力を尽くします。うわ、空からも来たよ。あれはキメラじゃ。降りてくるまでは手を出せんな。降りてくると今度は炎を吐きます。手を焼きそうな相手ですね。煉獄斬り。燃えろ。頼むぞ。灼熱火炎弾。負けられない。煉獄斬り。あと一息ってとこね。よし、みんな頑張りましょう。任せたぞ。爆裂剣。煉獄斬り。作戦通りだ。よし、完璧だな。
ええ、そうね。おい。このクリフトにお任せを。連合限り。頼むぞ。覚悟はいいかしら。煉獄斬り。煉獄斬り。煉獄斬り。私の勝ちね。よし、この辺りの魔物はあらかた片付いたようじゃな。よろしくね。この調子で残る区域も片付けましょう。あの釣り場所を渡って急ぎ村の奥へ。
わかったわ。なかなか調べがいのある相手だったわね。これ。うん。すごい。さすがですね。ぬはははは。ご協力お願いします。お気をつけて。なんだよ。ぬはははは。おう。うん。うん。へへ。おお。ガッハハハハハ。おう。さあ始めっぞ。念のためもう一度言っとくけどよ。
ルーラってのは離れた場所に一気に移動できる便利な呪文だ。ルーラはガイドの通りにやれば使えるぞ。ほら、やってみろ。ルーラ、よし、次は行き先の選択だな。羽のマークのあるところが行ける場所だぜ。これがルーラだ。もう少し練習しとくか。ルーラを使って行ける場所すべてに行ってみな。特別に使えるようにしてやったから、ルーラを使って移動してみな。ルーラ、ルーラ、ルーラ、そろそろいいだろう。じゃ、実践で試させてもらうぜ。あれがやられないようにやってくる魔物を全部やっつけな。ルーラ、煉獄斬り、煉獄斬り、ルーラ、煉獄斬り、煉獄斬り、煉獄斬り、ルーラ、煉獄斬り、えい、煉獄斬り、ルーラ、煉獄斬り、ルーラ、煉獄斬り、
おーし、合格だ。これでルーラーはバッチリ使えるな。すべて読み通りだ。ディルク様。ぬはははは。うん。うん。ぬはははは。わかりました。ご協力お願いします。お疲れ様でした。お気をつけて。うわあ、魔物が通せんぼしてるよ。後ろからも魔物が私たちを追ってきたようです。挟まれたようだな。これってまずい状況よね。ねえ、どうするの？ああ、作戦は考えてある。まず俺が前方の魔物に向かって切りかかる。その隙に残りのみんなは広場の左右に分かれて武器を構える。そして俺が、また長いやつ。要は魔物をこっちにおびき寄せて挟み撃ちにしちゃおうってことよね。そうだ。それじゃあすぐに。じゃあいただいて、邪魔で禁止よ。ゼシカ、こっちは片付いたでガス。マッツでガス、こんなとこで何をぶちかます気でゲスか。みんな、シェルでガス。
丈夫でガスか、怪我がなくてよかったでゲス。これでスッキリしたわ。って、あら、もしかして私、ちょっとやりすぎちゃったのかしら。ちょっとどころじゃないでガス。あとちょっとで巻き込まれて、おだぶつするとこだったでゲ。はいはい、すいませんでしたと。もう、これだからおっさんは、ちょっとのことでガタガタうるさいんだ。おっさんって言うな。あっしには、ヤンガスっていう立派な名前がある。助けてくれて、ありがとう。あなたたちは？ああ、信じてもらえないでしょうけど、私たち、たった今別の世界から来たところなの。私はゼシカ、こっちのおっさんはヤンガスよ。この世界の魔物たちに異変が起こってるんでしょ？その原因を調べてほしいってある人じゃないか、友達に頼まれてるのよ。またしても別世界の、一体どうなっておるんじゃ。しかもアリーナやテリーたちと違ってこっちの事情をすでに知っているようですね。まあそういうわけでちょっと先を急いでるの。それじゃあね。ちょっと待つでガス。勝手に行くんじゃねえでゲスよ。なんだか不思議な人たちね。面白いじゃない。ほら、あそこでまた喧嘩してるわ。道が分かれてるからどっちに進むかで揉めてるのよ。人ごとではないぞ。わしらもどっちに進むか決めんとな。はい。やだ。ちょっと、あの二人別々の道に走っていっちゃったわ。俺たちはどちらか一方に合流しよう。戦力の分散は敵の思うつぼ。それに、もうまた長いやつ。早くどっちかに決めて追いかけましょう。さてどう動こうかしら。煉獄斬り。手伝ってくれるでゲスか。ありがてえでガス。村のあちこちで魔物が暴れているでガス。とっとと追っ払ってやりやしょう。村人の身の安全が第一じゃ。魔物を倒し、すべての家を守り抜くぞ。て、ねえねえ、さっきはありがとう。ヤンガスのお金で助かっちゃった。燃えろ。困ってるやつがいたら助けるというあっしの神器に従っただけでガス。斧の破壊力ってすごいのね。私も使ってみようかしら。真剣作るぞ姫様。そのような野蛮な武器をお使いになるなどもってのほかですよ。爆裂剣よし。となるとあっしは野蛮な武器を使う野蛮なやつってことになるでゲスな。分かった。いや決してそんなことは。
煉獄斬り。ゼシカの方は大丈夫でガスかね。やっぱり一人じゃ心配でガス。勝手なことをして心配させるのもほどほどにしてほしいでガスよ。わかったわ。バギクロ、もう一踏ん張りでですよ。最後まで気を抜いちゃいけねえでガス。あら、もうおしまいなの？いいデータが取れたわ。ねえねえ、やっと合流できたでガス。村を襲ってた魔物は一通り片付けたはずよ。あとは そこにいる魔物を倒して村長さんを助け出せば。そう簡単じゃないみたい。まだ面倒なのが残ってたわ。いや、単に面倒なだけじゃないぞ。屋敷へ進む道にも魔物がいる。
つまり全部いっぺんに相手にしないとダメってことでしょ。望むところよ。囲まれた時はお互いに背中を預けて戦うでガス。仲間を信じて目の前の敵に集中するでガスよ。私の背中ちゃんと守ってよね。ああ任せとけ。煉獄入り燃えろ。煉獄入り。あらバリスタじゃない。ここに設置されていたのね。多くの矢を同時に放てる強力な装置よ。うまく使えば有利に戦えるかもね。燃えろ。任せてさ。煉獄斬り。わかったわ。こいつ物欲しそうな顔してるけど、そんなにお腹が空いてるのかしら。足なんか食べてもまずいでガス。頑張ってね。クッキーされるのはごめんでガス。バニクラバーニングバード。このスターキメラってやつは魔物ながら賢いでゲスな。それにただのキメラに比べて随分派手な色でガス。たとえ魔物でもキラキラ綺麗なやつはつい欲しくなるでガス。はいはい、やっつけたら好きにすれば。まったく緊張感がないんだから。楽しかった。爆裂で、うん、よろしくね。お願いね。お願いね。
ご期待に添えたかしら。なんとか一件落着でガス。みんなで力を合わせたおかげでゲスよ。ええ、ほんとね。あ、お屋敷から誰か出てきたわよ。おお、村長殿、無事であったか。これはディルク様、大層勇敢な援軍が現れたと思い出てまいりましたが、まさかあなただったとは。我が村をお救いいただきありがとうございます。王でありながら前線で戦われるその尊き精神、必ずや精霊たちの祝福を受けましょうぞ。そのような大層な言い方をされるとこそばよくて仕方がないわい。しかしディルク様がはるばるシーラまでいらしたということは、王都や他の町でも魔物たちに異変が起きているということですな。その通りよ。今や異変は各地に広がっておる。わしらは町を救いながらその原因を探っているところなのじゃ。ねえ、あなたたちってエルフよね。エルフは長生きで物知りだって言うじゃない。この世界の異変について何か知ってることはないのかしら。異変が始まった時から我々も懸命に過去の記録を調べているのですが、今回の一件と関係のある記録は手がかりなしでガスか。やっぱりことはそう簡単に進まないみたいでゲスね。エルフの村長に会えば原因がわかると思ったのにね。その魔物は、僕のこと。僕ハミラン。大丈夫、みんなを襲ったりなんかしないよ。ダメだよ。これは誰にも渡しちゃいけないんだ。パパにもらった宝物なんだから。失礼。この魔物が被っている冠が光の腕輪にとてもよく似ていましたので。光の腕輪。この世界を形作る大いなる力、光と闇の力を封じた一対の宝があります。そのうち光の力を封じたものが光の腕輪と呼ばれています。光は闇を照らし悪しきものを清める力、それゆえに光の腕輪があれば魔物たちの暴走を止める手がかりとなるかもしれないと思ったのですが。じゃあホミロンの冠がその。いえ、どうやら勘違いだったようです。私の見た限りその冠からは何の力も感じません。よくできた偽物でしょう。偽物じゃないよ、大切な宝物なんだ。とにかくその光の腕輪というものがあれば魔物たちの異変を止められるかもしれないってことだな。じゃあ光の腕輪を見つけられれば異変の原因が何なのかも分かるかもしれないってことかな。
ねえ、二人も私たちと一緒に行かない？目的も同じみたいだし、力を合わせましょうよ。それにホミロンも随分懐いちゃってるし。実はあっしもこいつとさよならするのは寂しいと思ってたとこなんでガス。それはよい。そなたたちもどうやらこの世界の謎を解きたがっておるようだからな。どうじゃ、一緒に来ぬか。そうね。それじゃあお言葉に甘えてご一緒させてもらうことにしようかしら。みんなよろしくね。はいはい。よく来たな。また来てくれよな。
いらっしゃい。来てくれよな。ご協力お願いします。頑張ってくださいね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 。気をつけて。ご協力お願いします。お疲れ様でした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 。お気をつけて。こんにちは。お手紙が届いていますよ。それではまた。おお、よく来たな。また来てくれよな。やった。ああ、もう
そうね。はあ、よし。そうね。はい。うん。ようこそ。神のご加護があらんことを。ジュリエッタ。あら、いらっしゃい。何をお望みかしら。ご用はないかしら。また寄ってね。神のご加護があらんことを。